市政ガイドのコーナーです。今回は市民税課から市民税、県民税と所得税の申告をお送りします。市民税、県民税と所得税の申告の時期が迫ってきました。皆さん申告の準備は進んでいますか？今回の市政ガイドではこれらの申告について税制改正の話なども交え、市民税課の芹沢さんと津税務署の濱口さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。今年もいよいよ申告の時期を迎えますね。早速ですが、まず所得税の確定申告はどのような方が必要となりますか？はい、一般的には個人事業主の方や土地や建物などを貸し付けている方、売られた方などは所得税等の確定申告をする必要があります。またサラリーマンの方は年末調整で1年間の所得税等が精算されますので、一般的には確定申告の必要はありませんが、給与を2か所以上からもらっている方や給与以外にサイドビジネスで20万円を超える所得がある方などは確定申告が必要となります。一方、確定申告をする必要のないサラリーマンの方でも多額の医療費を支払った方、マイホームを住宅ローンなどで取得された方、年の途中で退職し再就職されていない方などは確定申告をすると源泉徴収された所得税等が還付されることがあります。わかりました。では次に市民税、県民税の申告が必要な方について説明をお願いします。はい、平成26年1月1日現在、市内に住所があり、平成25年1月から12月中の所得があった方で、次に該当する方は市民税、県民税の申告をしてください。確定申告をする必要がない方で、営業等、農業、不動産、雑、一時、配当などの所得があった方、給与所得または公的年金等の所得の方で他に所得があった方、給与所得者で勤務先から津市に給与支払い報告書が提出されていない方、給与所得または公的年金等の所得のみで源泉徴収票に記載された所得控除に変更や追加があった方、また公的年金等の収入金額が400万円以下の方で、他の所得が20万円以下の方は所得税の確定申告が不要となりますが、公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除内容に変更や追加があった場合は申告をしないと市民税、県民税の税額に反映されませんので、市民税、県民税の申告をしてください。なお、所得がない方でも申告が必要な場合もあります。詳しくは広報通1月16日号津市ホームページなどでご確認ください。では続いて確定申告などの合同申告会場について教えてください。はい、津市と津税務署では2月17日月曜日から3月17日月曜日にかけて、高茶屋小森町にあるイオン津南ショッピングセンターサンバレー2階イベントホールにおいて、市民税、県民税の申告と所得税などの確定申告の合同申告会場を開設します。昨年から合同申告会場はイオン津南ショッピングセンターサンバレー2階イベントホールに変更となっていますのでご注意ください。開設期間は2月17日月曜日から3月17日月曜日までの土曜、日曜を除く平日ですが、2月23日と3月2日に限り日曜日にも開設します。ただしこの2日間は例年大変混雑しますので、時間に余裕のある方はなるべく平日にお出かけいただくようお願いします。また開設時間はいずれも午前9時から午後5時までです。
申告書の作成には時間を要しますので、午後4時ごろまでにはお越しいただくようお願いします。なお、相談開始後の午前9時から10時までの1時間は、南側入り口から店舗内を通っての入場ができません。相談開始直後は、ショッピングセンター北側入り口から会場へお越しください。わかりました。この申告会場ですが、イオン積み並みショッピングセンターサンバレー以外にもあるんでしょうか。はい。2月4日火曜日から3月17日月曜日の間、市内23カ所に出張会場を設けて、申告の受付と相談を行っています。ただし、出張会場では簡易な申告のみとさせていただきます。次に該当する申告をされる方は、イオン2南ショッピングセンターサンバレーの申告会場をご利用ください。青色申告、損失申告、譲渡所得、山林所得、先物取引にかかる雑所得などの所得がある申告、初めて住宅借入金等特別控除を受ける申告、亡くなった方の申告、特定支出控除の適用を受ける申告、外国籍の方の申告、外国に住んでいる方を扶養に入れる方の申告、個人事業者の消費税及び地方消費税や贈与税の申告などです。出張会場によって開設時間が異なりますので、最寄りの会場の日程などについては広報通1月16日号津市ホームページなどでご確認ください。なお、申告期間中、市民税課、市民税課被災分室、各総合支所、市民福祉課、各出張所の窓口では申告書の提出のみとなりますので、申告の相談は各出張会場でお願いします。わかりました。続いて申告書についてですが、申告会場に出向かなくても自分で簡単に作成できると聞いたんですが。はい。確定申告書の作成はご覧の確定申告の手引きに沿って記載していただければどなたでも作成できると思いますが、ご自宅でインターネットを利用している方はぜひ国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーをご利用ください。より簡単に申告書を作成することができると思います。確定申告書等作成コーナーをおすすめする理由として、ご自宅のパソコンで24時間いつでも利用ができ、画面の案内に沿って金額などを入力すれば給与や年金の所得金額や控除金額、税額などが自動で計算されます。計算誤りもなく、難しいパソコン操作も必要ありません。所得税等の申告書のほか、消費税や贈与税の申告書も作成でき、青色申告決算書や収支内訳書にも対応しています。作成が終わったら、ご自宅のプリンターで印刷して添付書類とともに税務署へ郵送などで提出してください。わざわざ申告会場へお越しいただく必要がなく、大変便利で時間の節約にもなります。なお、このコーナーを使うと申告書の印刷に変え、 e-tax でデータを送信することもできます。 e-tax を利用するには事前の準備が必要です。メリットや準備に関することなど、詳しくは国税庁ホームページでご確認ください。なお、市民税・県民税の申告書は市のホームページからダウンロードできます。トップページより申請書ダウンロードサービス、政策財務部市民税課、平成26年度分市民税・県民税申告書をクリックしてください。ありがとうございました。その他に市民の皆さんに知っておいてほしい情報があれば教えてください。はい。税制改正などにより平成26年度の市民税・県民税の課税で主に変更となった点についてお知らせしたいと思います。東日本大震災からの復興に関し、平成26年度から平成35年度までの10年間臨時的に個人住民税の均等割を引き上げます。また災害に強い森林づくりと県民全体で森林を支える社会づくりを進めるため、
三重、森と緑の県民税が導入されることとなりました。これらの改正により平成26年度の個人住民税の均等割額は現行の4000円から6000円へと引き上げになります。三重、森と緑の県民税に関するお問い合わせは県税務再建管理課電話224-2127までお願いします。税務署からもお知らせが2つあります。1つ目は平成25年から平成49年までの各年分につきましては所得税と合わせて復興特別所得税を申告・納付することとなっています。昨年と計算方法が違いますので申告書作成時にはご注意ください。2つ目は個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行うすべての方について平成26年1月以降記帳と帳簿書類の保存が必要となりました。これを機会に税金の面でいろいろ有利な特典を受けることができる青色申告を始められてはいかがでしょうか。はい、わかりました。申告の相談や申告書の提出はゆとりを持って早めに済ませていただきたいですね。そうですね。皆さんお忙しいとは思いますがしっかりと準備していただき申告を迎えていただければと思います。申告期間中申告会場によっては大変な混雑が予想されますので申告書はなるべくご自身で作成して郵送などで提出してください。作成した申告書は必ず添付書類をすべてつけて郵送してください。送り先は所得税の確定申告書は郵便番号 514-8545 津税務署まで、また市民税・県民税の申告書は郵便番号 514-8611 津市市民税課まで。住所の記載は不要です。今回の内容についてご不明な点がありましたら所得税などに関することは津税務署電話228-3131まで。なお自動音声で案内をしていますので確定申告に関するお問い合わせは0を選択してください。また市民税・県民税に関することは市民税課電話229-3130までお問い合わせください。